政治家の方々がおかしなことやってます。皆さん非常に怒り心頭で、そういう政治家が私たちにこのマイナンバーカードを強制しようとしている、いろいろな悪巧みをしている、これが今の岸田政権のやってること。全くデタラメデタラメ、やりたい放題の議員の質をね、やっぱり上げていかなきゃいけない。マイナンバーのない人には保険証での薬は出さないとの締め付けをし始めています。マイナ保険証をどんだけ使ってるかって言ったら、国家公務員でさえ 4% 台ですね。防衛省に至っては 2% 程度で、これだけしか実際は使っていないんです。マイナ保険証を使わせれば医療機関の儲けが少し増えますよ、そういう制度を始めています。確定申告にはマイナンバーを記入する必要は全くありません。 e-tax で入力する場合もマイナンバーの入力画面はスルーすれば、そのままマイナンバーを記入せず、入力せずに確定申告を済ますことができます。お医者さんにかかって、保険証出してくださいって言われるのか、もしくはマイナンバーカードの保険証、マイナ保険証を出してくださいというふうに言われるのかというと、おそらくお医者さんにかかって言われるのは保険証出してくださいというふうに未だに言う医療機関の方が多いんではないかと。もうほとんどの医療機関においてマイナンバーカードによる資格確認、オンラインの資格確認なされるような機会が備え付けられていますけども、実はその機会によってオンライン資格確認がなされている医療機関というのはまだまだ少ない。保険証を出してくださいというふうに言う医療機関の方がまだまだ多いと思います。ところが岸田首相はこの保険証について今年の12月の2日からは、今まで皆さんが病院で使っていた保険証はもう使えなくなる、使えなくする、そして基本マイナンバーカードの保険証でないと使えない。もしマイナンバーカードを持ってない方はどうすればいいのか、資格確認証という新たな書類を発行してそれを持たせる、それを持って病院にかかる、そういう仕組みにしようとしています。政府は今年の12月に健康保険証を廃止するということを未だに言い続けています。しかし今医療機関で私たちはそのマイナ保険証なんか誰も見せていません。マイナ保険証を使っている人は 4% ぐらい、残りの 95% の人はみんな健康保険証を見せて医療機関にかかっています。なぜかといえば健康保険証の方が安心だから、そしてマイナ保険証だと不便だからです。例えばマイナ保険証はまずマイナンバーカードを申請して登録をしないと使えません。健康保険証はほっといても保険資格がある人には送られてきます。マイナ保険証みたいに更新とかする必要もありません。またお医者さんにかかるときに、今健康保険証はだいたい月始めに1回見せればいいですけれども、マイナ保険証だと毎回見せなければいけません。もうマイナ保険証にすると不便なことばっかりなんです。私たち患者にとっていいことなんか何もありません。そればかりではなくて、お医者さんにとってもとても悪いことばっかり続いています。今政府は、今年12月に健康保険証を廃止すると、決定しました。それに対して今地方議会では、健康保険証を存続してほしい、健康保険証の廃止を撤回してほしいという意見書の可決が相次いでいます。こちらで2月11日現在調べたところでは、全国で126の議会が合計131件の意見書を可決し、国に対して健康保険証の存続等を求めています。内訳は県議会が1、政令市議会が3、市議会が44、
町議会が52、村議会が26となっています。私たちは今まで私たちがずっと使ってきた保険証、これで何が問題なのか、どうして保険証のままじゃいけないのか、全く、その理由に納得をしていません。これまで通り病院にかかるときは紙やラミネートカードの保険証を出して、私たちがどの健康保険に属しているか、そして負担割合は何割なのかと、そういうことが保険証で分かれば、病院にかかるのに何ら不自由はない、何ら問題はないというのが現在の保険証のいいところです。ところが12月2日からはこの保険証を使えなくするというふうに言っていて、つい最近能登の震災の時も、マイナンバーカード保険証を持って逃げましょう、そういう誰が考えてもどう考えてもおかしい、震災にあってそんなものをマイナ保険証を探しているうちに津波に襲われたり建物の下敷きになって亡くなってしまう危険性があるのに、担当大臣はこのマイナ保険証を探し出して持って逃げなさいというほとんど漫画のようなそういうことを言っておりました。まあ、これのおかしさというのはマイナ保険証を資格確認するにはちゃんと電気が停電してない、それが前提だし、通信の確立というのがされてないとオンラインで資格確認なんかできないわけです。震災にあってどれだけのところが停電したのか、スマホも使えない、そういうような地域においてマイナンバーカード保険証を持って逃げることに何の意味があるのか、こういう全く非現実的なことを現政権の首相も大臣も言っている、こんな国が日本だ、非常に情けないとしか言いようがないというふうに思います。現在このマイナ保険証、皆さんおそらく病院で使ってないと思うんですが、平均して 4% の約 4% の人しかマイナ保険証を実際に利用していません。しかも国家公務員の皆さんが率先して使わなければいけないというふうに言われていたわけですが、なんと防衛省の方々は 2.5% しかこのマイナ保険証を使ってない、平均 4% を圧倒的に下回る 2.5% の方しか防衛省の方は使っていない。これ担当の野田大臣はマイナンバー保険証を使わない人というのはイデオロギー的に何か物を持ってる、そういう方が今やマイナンバーカードを持たない人なんだというふうに言っていたみたいですが、それでは防衛省の方々は何かイデオロギー的に強いものを持って拒否してるとしか思えないような、まあ、そういう非常におかしなことを言う大臣が、私たちのこのマイナンバーカードやマイナンバー制度を取り仕切るデジタル担当大臣なわけです。私たちはそういう国でこうしたおかしな仕組みやおかしなカードを強制されるというようなことに今なりつつある。ぜひ皆さん、いまだにマイナンバーカードは4人に1人の人は持っていません。もちろん私も持っていませんが、持っていなくて日々不自由な生活をしているわけではありません。ぜひ皆さん、焦ってマイナンバーカードなんて持たなくても普通の生活、私たちはそんなカードがなくてもきちっとサービスが受けられる、やはりそういう国に強制されるようなカードを持たないとサービスが受けられないような、そういう仕組みはやはりおかしいと、おかしいものはおかしいと、さまざまに今国の中心になっている政治家の方々がおかしなことをやってます。皆さん非常に怒り心頭で、このまま行ったら税金なんか納めたくないと、さまざまにおかしなことをしていて裏金について、それが発覚すれば当然
その議員は所得税をその分払わなきゃいけない、ところがその所得税ですら払わない、そういう政治家が今の日本の国の中心的な政治を行っている、そういう政治家が私たちにこのマイナンバーカードを強制しようとしている、そのおかしさ、皆さんやっぱりおかしいというふうに本当に感じられていると思います。日々生活をしていて、こんなカードになんでずっと持って病院に行かなければいけないのか、わけがわからない、そういう声が巷からはあふれかえっているのにもかかわらず、今年の12月の2日にはこのマイナンバー保険、マイナンバーカード保険証に一本化していって、今皆さんのお持ちの保険証は使えなくしていくということ、この方針を未だに岸田首相は変えようとしてない、非常に残念だというか、ほとんど、漫画のような、そういう状況に私たちは今来てしまっています。ぜひこのマイナンバーカードをお持ちの方、そしてポイントが得られるからといって保険証と紐付けてしまった方、本当は嫌なんだけど、やっぱり2万円7500円分のポイントもったいないから保険証と一応紐付けようということで、現在マイナンバーカードをお持ちの方の中で保険証と紐付けている方というのは6割ぐらいいらっしゃるというふうに聞いています。ただこの紐付けてしまったマイナンバーカード、これを実際に病院でじゃあ皆さん使ってるか、これは先ほど紹介した約 4% の方しか病院で使ってないという、そういうデータを厚労省はすでに明らかにしています。なぜ厚労省がこんな定率低い、少ない方しかマイナ保険証を利用してないということを堂々と明らかにしているのか、これはこんなに低いから皆さんぜひ使いましょうと、そういう意味で医療機関にも、使った医療機関には補助金を出して診療報酬を高めますというような誘導策をしてまで病院にマイナ保険証を患者さんに使ってもらうように、そういう誘導を今政権はしようとしています。皆さんぜひマイナ保険証を持っている方もまだ保険証を使います。今配布されているラミネートカードや紙の保険証というのはまだまだ使えます。病院で簡単に使える保険証をぜひ使ってください。12月が来るまでこのマイナ保険証の利用率が今のような数字のままにいけば保険証を廃止することはできません。いくらマイナ保険証一元化するというふうに言っても、こんなに利用する人が少なければマイナ保険証を強制することはできない、それは火を見るまでもないことです。皆さんまだまだ私たち今まで使ってきた保険証を使い続けることで、その継続を今後も行っていくことがぜひできるというふうに考えています。現在リーフレットの13というちょっと出来たてほやほやの保険証廃止がなぜダメなのか、マイナ保険証に一元化していくということがどんなに問題点が多いのかということを説明したリーフレットを現在配ってますので、ぜひお手に取って私たちが何を言ってるか、ぜひお読みいただければというふうに思います。ご通行中の皆さん、先週の2月9日の金曜日なんですけれども、私は花粉の薬をもらいにいつもの病院に行き、処方箋をもらい、いつも行く薬剤師さんがご家族でやっている小さな薬局に行きました。そうしますと、今まで言われたことがなかった、いきなりマイナンバーカードは今日お持ちですかと聞かれました。持っていないと答えますと、今年の11月末で保険証は使えなくなるんです。マイナンバーカードがないとこれまで通りお薬をお渡しすることはできなくなります。そういう通達が来てるんですよ。
っていうお話がありました。私が資格確認書が届いたらお持ちいたしますと伝えますと、資格確認書が発行されるかどうか、資格確認書で今まで通りお薬を出していいのか通達にはないんですよと言うんです。町の大きくない薬局屋さんにまで通達を出して、マイナンバーのない人には保険証での薬は出さないとの締め付けをし始めています。マイナンバーカードは任意のはずです。私たちは健康保険料を有無を言さず支払っています。にもかかわらず、取得が任意のはずのマイナンバーを持たない人には保険適用で薬は出さないというのにはあまりにも筋が通ってないと思います。国主導のぼったくりではありませんか。マイナンバーカードの取得に国が躍起になっているのは他に理由があるように思えます。私たちの税金、医療、健康、介護、年金、そして雇用、これらの情報をマイナンバーカードにまとめて、その情報を管理し国の進む方向に役立てようとしているように見えます。国の進む方向とは、増税をして軍事費にお金をつぎ込み、軍事兵器を作る軍需産業に私たちのお金をつぎ込み、戦争をできる国づくりに役立てるようにしていると思います。マイナンバーカードはいらないし、保険証との一体化なんでとんでもない話だと思います。日曜日の午後、ご通行中の皆さん、私たちの訴えを聞いてください。とにかくね、岸田内閣のやってることはデタラメ、この一言に尽きるんです。で、最近ですね、少子化対策ということを言ってます。少子化対策で、何のことはない、なんとか切符を渡すとかね、それから3人以上子供を産んだら金をやるとか、そんなものなんですよ。で、少子化、なぜ少子化なのか、子供を作る気がしないからなんですよ。社会全体が未来に対して希望が持てない。働いても働いても楽にならない、そういった社会全体の問題に、これをどうするかということを全く抜きにして、小手先の少子化で、この少子化対策のためにお金がかかる、そのお金をですね、国民健康保険料その他からこっそり取っちゃうという、極めてデタラメなことをやろうとしてる、全く腹が立つわけですね。やることなすことデタラメ、このデタラメの極みがこのマイナンバーカードの強制、これが岸田政権の目玉としてやってるわけです。そもそもの始まり、マイナ保険証を、紙の保険証を廃止するというその言い出しは、例の河野大臣ですよね、河野太郎のデジタル庁大臣が、デジタル担当の大臣が思いつきで言ったことなんですよ。思いつきで言ったことを今度は必死になってですね、それがほころびを見せると余計な金を使って市町村に
強制してですね、いろいろな悪巧みをしている、これが今の岸田政権のやってること、全くデタラメデタラメ、昔はですねデタラメなことをやってると天罰が下ったんですよ、天罰が下る、ね、そう言ってたんですが、現代社会は天罰下らない、天罰下らない、恐れるところなしでやりたい放題のことをやってるわけです私たちはそういう岸田政権に対して断固天罰を加えようではないですか、そんなふうに考える毎日であります。マイナ保険証、マイナカード、これの使用率が 5% 満たないにもかかわらず全体に持たせて、全体が持ったらその次何あるか、その次のステップがあるわけです。これは義務化する強制する、そして国民の持っている全ての情報を吸い上げてやる。当然健康な人は狙われるわけです。で、労働力としても使える、さらに徴兵できる、そういったデータの基礎になるのがこのマイナンバーなんです。私たちはこのように国に全ての情報をさらけ出し、そして国の方はどうかというと機密として知らせない、こういう事態、今年の通常国会で、今度の通常国会で経済安保法、ね、これの中身にが変わるわけ。いわゆる民間の民間人にも秘密保持を強制する、こういった時代になってきつつあるわけです数年前に見た映画で、なんて映画だっけかな、スケッチが好きで、ね、港についている船、まあ、たまたま軍艦だったんですけれども、それをスケッチしていたら憲兵に咎められた。つまり軍事施設を写すことはこれは機密違反になると、こういう理屈なんですね。で、そういうふうな秘密、これは日本が明治から大正昭和にかけて次第次第に戦争のできるする国になっていく、それを強化するために次第次第に軍事機密を増やしていったわけです。私たちはこのような、ことを絶対許してはならないと思います。で、そのことはマイナンバーカード強制と表裏一体、そんなふうに最近考えてます。私はもう70代の後半で、残りの人生もそう長くはないんですが、なんかね、世の中の先行きに不安を持ちながら死にたくはない。安心してですね、この日本、この社会を次の世代に渡したい、そういうふうに念じて念願しているわけです。とりあえずですね、まずマイナカードの強制に絶対反対、この意思を、この意見を強く主張していきたいと思います。以上です。最近になって知ったのは、12月議会でですね、市長提案で、子どもの医療費無料化に際しまして、そのマイナ保険証を使うことが義務付けられるということに対してですね、これは市長の提案なんですが、その提案に対しまして私の請願書の紹介議員になってくれた、地域政党が賛成しちゃったんですよね。ということはですね、こういうことはまあいくらでもね、ある
あの 全国どこでもあることだと思いますけれども、あの私から見ればとんでもないことだったんでね、あの共産党の方も驚いていらっしゃいましたけれども、まあそういうことがありました。なのでやっぱり私は女性議員を増やしたいなと思ってきましたけれども、いろいろ、まあ、あのもちろんそのね、あのいろんな一人一人違いますけれどもね、市民の側に立ったね、市民の側に立った、政治活動をしてくれるやっぱり、議員、これは男性女性問わずですね、やっぱりこれはね、こういうまともな議員を増やしていかなきゃいけないなと。これは地方からもそうです、地方からも国ももちろんそうですが、これは要するに議員の質、議員の質をねやっぱり上げていかなきゃいけない。今自民党、そしてそれを支える公明党、それから盛んに、日本を壊そうとしている維新、この3党は絶対にいけません。これははっきりしております。あのマイナンバーカードのこともそうですけどね、あの緊急事態条項、緊急事態条項を声高に言う政党は用心してください。緊急事態条項ができてしまえば、できてしまえばこんな、ま、こんなもうすぐ強制ですよ。マイナンバーカードね、強制になりますよ。嫌だと言ったってそうなるんです。だからそれを狙ってるわけですけれども、緊急事態条項をやりたいという政党は信用しないでください。独裁国家になります。本当です。これは絶対に、これは頭に入れといてください。緊急事態条項を声高に言う政党は信じないでください。それとこのマイナ保険証、私たちは抵抗しましょう。だって健康保険料払ってんですよ。健康保険料払ってんだから受診できないなんてことはないんです。だから抵抗しましょう。使わなきゃいいんです。使わなければ、カード作らなければいいんですね。作っても使わなければいいんです。この間の能登地震で分かりましたよね。マイナンバーカード探してる間にだって被害受けるかもしれないじゃないですか。そしていざ避難所に行ったら電気通ってないから、それ読み取れなかったわけでしょ、ね、そしたらなんか知らないけど、スイカね、JR がなんか提供したそうですよね。それの、まあ、特別なあの読み取り機もなんか提供したそうですけれども、だからいざっていう時に役に立たなかった、ちっとも役に立たなかったんですよ、マイナンバーカードってね。河野さんが言うようにね、そんなこと探してる間で本当命失いますからね。ぜひその辺のところをね、現実をちょっと見てください。絶対に必要ないです。どうしても必要だと言うんであれば、政治家、これを押し付けようとしている政治家、まずそれから国家公務員、まずあなたたちが全部マイナ保険証に紐付けて日々使い、そして全銀行口座ね、銀行口座そのうち紐付けるって言ってるわけですから、自分の銀行口座全部紐付けなさい、それから国民に言いなさいって話なんですよ。まずこれを押し付けようとしている政治家、果たして自分たちがマイナ保険証使ってるのか、銀行口座紐付けてるのか、それからです。それから国民に言いなさい。だからこういういい加減な政治家たちに騙されてはいけないんです。ぜひそのことをね、しっかり覚えておいていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。あ、これはいいんだ。新宿駅等をご通行中の皆さん、私たちは現在マイナ保険証はいらない、書かない番号、持たないカードという、リーフレットを配布しています。ぜひ皆さんお受け取りいただき、じっくりと読んでいただきたいと思います。マイナンバーというのは皆さんご存知だと思います。マイナンバーというのは私たち一人
一人に12桁の番号が付けられています。生まれた時にもうすでに付けられ、そして生まれた時どういう健康状態だったかっていうのもその12桁の番号にもうすでに皆さん一人一人が紐付けられています。そしてこの12桁の番号っていうのは使いようによっては一人一人の情報を全てその番号に紐付けて、いざとなったら国家がうまく利用する。例えば戦争になりそうだったらその番必要な番号をピックアップすることができる、そのような番号としてそれが利用できるようなそういう状況がを作ろうとしているのではないか、そのように思われます。すでにそのような動きっていうのは1960年代に国民総背番号制という制度を作ろうとしたそういう自民党政府ですから、ですからそれがどうしてもうまくいかなかったためにまたここに来てマイナンバーというそういう制度を使ってさまざまな国民の情報を集めようとしているというふうに思います。このマイナンバーですが利用道が利用する項目分野が決まっています。税、社会保障、それから災害、その3つの分野しか使っちゃいけないことになっていました。しかしながら昨年の6月の国会ではその3分野のところのにある使って良い項目をさらに枠を広げて省令、いわゆる法ではなくて省令で自由に広げることができる。こうなるといわゆる3分野で使ってもいいという枠がどんどん広げられている。どんな情報も全部政府の思い通りに集めることができると、そのようになってしまうわけです。それに対して非常に私たちは危機感を持っています。私たちはマイナンバーというのは一人一人の人権を侵すものではないかということで裁判を行っています。昨年1月にその高裁における裁判は結審をしました。しかしながら普通結審すれば判決がいつ出されるかということが伝えられるわけですが、実は伝えられないままなんと1年が経過してしまいました。そしてやっとこの3月になって1年以上も経って判決と、そういう状況になろうとしています。このなぜそんなに判決まで時間がかかったのか非常に疑問ではありますけれども、でもその間に起こったことは何かといえばマイナンバーカード、皆さんの今皆さんが配布されている、皆さんに配布されているこのマイナ保険証をめぐってさまざまなことが起きたからです。起きているからではないかというふうに思います。そもそもマイナンバーカードそのものは別に強制でも何でもありません。任意です。ちゃんと任意だって書いてあるんです。任意にもかかわらずあたかも強制であるかのように雰囲気を作ってマイナンバーカードを作らせ、そしてさらにね、何兆円も使って、マイナンバーカードとそれから保険証、マイナ保険証を紐付けようとしています。マイナ保険証当然作る必要はありません。
しかしながら作る必要がなくても持たなくてはいけないような状況を政府は今作ろうとしています。デジタル大臣が必死になって使わせようとしています。しかしながらそれは許されるものではありません。マイナ保険証を皆さん今持ってると思いますけども、その保険証が使えなくなってしまうということになったらどんなことになるか、それをぜひ考えてもらいたいと思いますし、やはりマイナ保険証をこう強制していく、それも何兆円もお金を使ってマイナカードを作らせる、でポイントをつけるからということで財源何兆円も使ってマイナカードを作らせ、またマイナ保険証を作らせていく、こんなところに何兆円も金を使う、おかしなことでしょう。実際にじゃあマイナ保険証をどんだけ使ってるかって言ったら、国家公務員でさえ 4% 台ですね。防衛省に至っては 2% 程度です。それだけしか実際は使っていないんです。そんなものに何兆円もかけて作らせている、それが実態なわけです。私たちはこのような政府の政策に対して怒りを持たなくちゃいけないと思います。何兆円もあったら能登の震災で被災した方たちにどれだけ何か温かい気持ちが届けられるかというようなことはつい考えてしまいます、ね、何兆円ものこのマイナ保険証とかマイナンバーカードの財源があればどれだけ震災に遭った人たちが救われることだろう、本当にそういうふうに思ってしまいます。こんな制度は早くやめるべきだと思いますし、皆さんもマイナ保険証をたとえ持ったとしてももう使わないと、もう今までの保険証で十分なわけですから、もう使わない。で12月から、マイナ今の保険証は使えないとするというけれども、そういう保険証を廃止するってことに対して絶対にやめさせていく、そういうふうにしていきたいと思います。以上です。今ちょうど確定申告の時期です。税務署に確定申告の書類を持っていくとマイナンバーを記入してくださいと言われることがありますが、マイナンバーは記入しなくても確定申告はできます。逆にマイナンバーを記入してしまいますと、そのマイナンバーを確認したり本人確認をしたりということで余計な手間がかかります。マイナンバーを書くことによって合理化どころか逆に手続きが煩雑になります。確定申告にはマイナンバーを記入する必要は全くありません。 e-tax で入力する場合もマイナンバーの入力画面はスルーすればそのままマイナンバーを記入せず入力せずに確定申告を済ますことができます。ぜひ確定申告ではマイナンバーを書かないように訴えます。私たちは今まで書かない番号、持たないカードということで訴えてきました。微力ではありますが、こうした一つ一つの書かない番号、持たないカードの動きがじわじわと国に対しても私たちの訴えが届いているように思っています。引き続き私たちは番号を書かない、私たちはマイナンバーカードを持たないということを訴えていきたいと思っています。 We won't have the ID number card, so called my number card. We don't write the ID number, so called my number. 書かない番号、持たないカードで引き続きやっていきたいと思います。
以上です。新宿駅と東武通行中の皆さん、私たちはマイナンバーカードの押し付けや健康保険証の廃止に反対している市民団体です。今新宿駅等で私たちの仲間がこの健康保険証の廃止だとか、あるいはマイナンバーカード、マイナ保険証の押し付けに反対するリーフレットをお配りしています。青色のリーフレットです。その中に今のマイナンバー制度の問題、特にマイナ保険証がなぜ良くないのか、なぜ健康保険証を続けることが必要なのかということをいろいろ書いてあります。ぜひ私たちの仲間がお配りしているリーフレットをお手に取って読んでいただければと思います。政府は今年の12月に健康保険証を廃止するということを未だに言い続けています。しかし今医療機関で私たちはそのマイナ保険証なんか誰も見せていません。マイナ保険証を使っている人は 4% ぐらい、残りの 95% の人はみんな健康保険証を見せて医療機関にかかっています。なぜかといえば健康保険証の方が安心だから、そしてマイナ保険証だと不便だからです。例えばマイナ保険証はまずマイナンバーカードを申請して登録をしないと使えません。健康保険証はほっといても保険資格がある人には送られてきます。マイナ保険証みたいに更新とかする必要もありません。またお医者さんにかかるときに、今健康保険証はだいたい月初めに1回見せればいいですけれども、マイナ保険証だと毎回見せなければいけません。もうマイナ保険証にすると不便なことばっかりなんです。私たち患者にとっていいことなんか何もありません。そればかりではなくて、お医者さんにとってもとても悪いことばっかり続いています。マイナ保険証で受診するとその保険診療の資格が間違って表示されたり、名前が間違って表示されたり、あるいはその顔認証するといってリーダーにやっても顔がちゃんと判定できなかったり、もうそういうトラブルが医療機関では頻発しています。そのために医療機関ではそれを確認するために電話で問い合わせたり、そういうことをしなければいけません。でも健康保険証があればそれを見ればそこで確認できる。だから医療機関では健康保険証も持ってきてくださいということを伝えてきました。これは厚生労働省も健康保険証を念のために持ってってくださいと実は言ってきたわけです。ところが最近では健康保険証を見せてくれと言ってはいけないかのような通知を厚労省は流し始めています。先ほどのお話にもありましたけれども、2月からですね、今まで健康保険証を見せてくださいと言ってましたけれども、それは言うなと、マイナンバーカードを見せてくれというふうに言えと、そういうふうなことを流しています。それだけではなくて、医療機関に対してですね、マイナ保険証を使えと、使えば診療報酬を少し上乗せしてやる、あるいは支援金ということでお金を少し乗せてあげる、だからマイナ保険証を使わせれば医療機関の儲けが少し増えますよ、そういう制度を始めています。6月から改定される診療報酬ではそういう改悪が入っています。全く医療機関にとっても患者にとってもメリットのないものを押し付けるためにまたお金をばらまいている、これが今の政府のやり方です。そればかりか医療機関に対してはなぜマイナンバーカードを見せるというふうに言ってないのかだとか、あるいはちゃんとマイナ保険証を見せろと言ってるのかだとか、そういうことのアンケート調査をやろうとして今やり始めています。そしてなんとそのアンケートに答えないと診療報酬の請求ができないような画面になっているという話もあります。マイナンバーカードを持つことは義務ではありません。私たち市民がマイナ保険証を使おうが使わなかろうが、それは全く私たちの自由なわけです。なぜ政府はにもかかわらずマイナ保険証でなければいけないかのような、そういう誘導策ばかり、しかも私たちの税金を使ってやるんでしょうか。このマイナ保険証については全くそういうことで不便だし誰も使わない。河野デジタル大臣は
マイナ保険証を使い始めてくれれば便利だからみんな使いたいようになる、そんなことを言っていました。ところが去年の4月頃は、その去年の4月頃が実は一番マイナ保険証の利用率が高かったんです。4月5月6月ところがその後どん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 マイナ保険証を使う人が減っていってしまいました。なぜかといえばみんな不便だからということが分かってきたからです。まさに河野大臣が言ってるのとは逆に、マイナ保険証を使えばみんなマイナ保険証じゃダメだねということが分かるんです。だから健康保険証をみんな今も使い続けてる、そういう状況に今なってるわけです。しかし政府は何としてもこのマイナ保険証を押し付けたい、全く誰もメリットがない、そういうマイナ保険証を押し付けようとするために今そういうさまざまな押し付けを行っています。なんでマイナンバーカードをこんなに使われないんでしょうか。先ほど話があったように健康保険証として使っている人は 4% ちょっとしかいません。でなんと国の役人、マイナンバーカードを推進している国の行政機関の職員でもやっぱり 4% ぐらいしか使っていないんです。なぜ国の役人はマイナンバーカードを使わないのか。アンケートで、報道機関で報じられていることによれば、マイナンバーカードは危険だから使いたくない、そうおっしゃってる国の役人さん結構多いみたいです。マイナンバーカードを使ってそこからいろいろ情報が漏洩する、そういうことをやはり恐れている。それはまさに国家公務員として実態を知ってるからではないでしょうか。私たち市民にとってもこのマイナンバーカードを持つということは、そしてそれを毎日なくしたりして悪用されると個人情報がダダ漏れになる、そればかりではなく私になりすまして他人が手続きをしてしまう、そんな危険性もあるのがこのマイナンバーカードです。その辺の問題点というのは今お手元にお配りしているリーフレットに詳しく書いてあります。政府はマイナンバーカードは安心だ安心だと言ってますけど、決してそんなことはありません。なぜ危険なのかということを詳しくリーフレットの中に書いてあります。政府のフェイク情報、政府の流すデマに惑わされずに、一体マイナンバーカードというのはどういうものなのかということをしっかりと見ていただければと思います。このマイナンバーカードの押し付け、一体なんでこんなに反対が強くて、私たち市民も医療機関も使いたくないと思っているのに、マイナンバーカードを押し付けて、マイナ保険証を押し付けて、今の保険証を取り上げてしまう、何の問題もない今の保険証を取り上げてしまうというようなことまでやっているんでしょうか。それはまさに私たちのこの健康情報、医療情報、とてもプライバシーに関わって、そんなものが漏洩されると私たちの人生にいろんな悪影響を及ぼす、そういう要配慮の個人情報である健康情報をですね、さまざま民間の企業で利活用してさまざま金儲けに使おうと、例えば私たちのそういう特定健診だとか健康診断の結果、医療情報、そういうものを例えばフィットネス産業だとか健康産業だとか、そういうところに流して、そこからこういう例えば、フィットネスやったらどうですかみたいなご案内をすると、そういうことをやれば健康産業が発展して、成長産業になっていいんじゃないか、要するにそういう理由で今進められるとしているのがこのマイナ保険証です。私たち市民や地域医療を守ってきた医療機関にとってメリットがあるのではなくて、私たちの健康情報を個人情報として利用しようとしている、そういう民間産業にとってメリットがあるから何としてもこういうものを押し付けようとしているというのが実態なわけです。しかもこの健康保険証を取り上げるぞ、そういう脅しをかけてまでマイナンバーカードを何としても持たせようとしている。今政府は今年の去年3月まで2万円を配ってマイナポイントなんかやってました。まあ2万円欲しいからということで申請されたことも少なくありません。しかしそれでも4分の1の方、70何分の1以上の方は未だにマイナンバーカードは持っていません、取っていません。それはやはりマイナンバーカードは怖いと思っているからです。そしてほとんどの方はマイナンバーカードは持ち歩かない、だからお医者さんにかかるときにも保険証を使う、そういうふうな行動を取っているわけです。もうこのこと一つ見てもマイナンバーカードの押し付けというのは全く意味がない、私たちにとって許せないことであるというのがはっきりしています。ただ逆に政府にとってはマイナンバーカードをみんなが使えば、私たちがどこで何をしているかを政府の方で把握できて、例えばさまざまな管理統制を強めたり、さまざまな儲けに使ったり、マイナンバーカードを持ち歩かせて使わせることが政府にとって企業にとって儲けになるから、
メリットがあるからやろうとしている、そういうことなわけです。私たちにとってのメリットがあるわけではありません。マイナンバーカードを持つ持たないはあくまで自由です。つい最近も総理大臣でもマイナンバーカードを持つことは義務化できないんだということは言ってるわけです。誰もマイナンバーカードを持つのは義務だとは言ってません。ですから私たちは堂々とマイナ保険証など作らずに健康保険証を使い続ける。健康保険証を使う人が 4% とか 5% とか、今のような状態でマイナ保険証を使う人が 4% や 5% にとどまっているような今の状況が続けば、12月に健康保険証を廃止することなんかできません。私たち市民一人一人が健康保険証を使い、マイナ保険証なんか使わない、マイナンバーカードなんか使わない、持ち歩かない、そういう行動をしていくことによって、政府が推し進めようとしている健康保険証の廃止ということも潰していくことができるわけです。私たちは一人一人の市民がマイナ保険証なんか使わない、健康保険証を使い続けるんだ、そういうことで頑張ろうということで、今新宿駅頭でチラシを撒いています。ぜひチラシをお手に取って読んでいただいて、なぜ問題なのか、それを読んでいただければというふうに思います。よろしくお願いします。すいません、新宿駅ご通行中の市民の皆さん、私たちは、マイナンバー保険証、マイナンバーカードの強制に反対する、市民のグループです。毎月、1回、この場を借りて、1時間ぐらい市民の活動をしてきています。ちょうど3時になりましたので、今日の、宣伝活動これにて終了し、3月はここの場ではなくて3月の17日同じ2時から中野区の北口、中野駅の北口で、シール投票なども交えて1時間宣伝活動をやる予定です。毎月1回この場をお借りしてましたが、来月3月は中野駅の方に移って、宣伝活動をやっていく予定です。ぜひ皆さん、来月3月17日の2時も中野区の北口お集まりいただいて、大きな声でマイナンバーカード、マイナ保険証反対、声を上げていきたいと思います。今日は1時間ありがとうございました。